遼寧艦隊が沖縄近海にて320回の発着艦訓練を繰り返し、海上自衛隊護衛艦伊豆モモ警戒監視活動を行っている。今回は、遼寧艦隊を監視活動する護衛艦伊豆、元遼寧の動きを詳しく見ていきますね。近平のゼロコロナ政策が失敗で、中国人の意識を外向きに見せていますが、中国国内の動きは今後変化するでしょう。グアムに遼寧艦隊が最接近していますし、ポンコツだけど動きを監視、伊豆もに F-35B 戦闘機を展開してほしいけど。2023年1月2日、これまで太平洋方面で行動中だった中国海軍の航空母艦である遼寧ら合計6隻の艦隊が沖縄本島、宮古島間の海域を抜けて東シナ海へと戻ったことが確認されたと日本の防衛省から報告が行われた。この遼寧を中心とする中国海軍艦隊は以下055型南アキラ級ミサイル駆逐艦、052T 型コンアキラ級ミサイル駆逐艦らの駆逐艦3隻、054A 型エカイニ型フリゲート、901型笛級総合補給艦の合計6隻で構成されていた。これら6隻で構成された遼寧らの艦隊は、昨年12月16日に、今回と同じルートを逆に進み、東シナ海から太平洋方面へと進出したもので、翌12月17日から31日までの期間で、遼寧の艦載機を用いた訓練を複数回にわたって実施していた。今回の遼寧からの艦載機の発着艦回数は、固定翼機、回転翼機をすべて合わせれば延べ320回以上に達したと報告されており、昨年2022年5月に、同艦が同様の海域で行った、延べ300回の発着艦回数をも上回った模様だ。中国側が今回、遼寧らの艦隊にこのような行動を行わせた理由は、日本に対しては昨年12月に閣議決定した安保関連3文書の内容において、中国をはっきりと仮想敵国と位置づけるような記述がなされたことが大きいのだろう。日本は安保関連3文書の改定とその閣議決定によって、台頭する中国の軍事的な脅威に対抗する方策として、スタンドオフミサイルの開発と配備、そして、それらを用いる反撃能力の行使についてを明確にしている。こうした動きに対して、わかりやすい行動で反対を表明したのが、今回の中国の遼寧らの艦隊の行動であり、練習用の航空母艦と見さされているとはいえ、中国が日本の近海に艦隊を送り込めると誇示したかったのだろう。また、2023年1月1日と2日の両日には、沖縄本島、宮古島間の上空で、中国軍の偵察用の無人航空機、WZ-7 の飛行も確認され、航空自衛隊は、戦闘機をスクランブル発進させて、警戒を行ったが、日本の領空への侵犯には至っていない。この中国軍の偵察用の無人航空機 WZ-7 の飛行が確認されたことも、今回が初の出来事であり、以後は、このような中国軍の無人航空機を使用した、何らかの意図を持った牽制行為は、機体の配備と進化と並行して増加すると予想される。初の出来事という点で見れば、今回の遼寧らの6隻の中国海軍の艦隊は、12月25日頃には、アメリカ領であるグアム島にまで最接近し、そのおよそ 550km 沖の海域に進出する行動を行ったことも確認されている。ここまで、アメリカの領土に接近した中国の航空母艦は、これまでに例がなく、遼寧が搭載している J-15 戦闘機の作戦行動半径は、少なくともおよそ 740km 以上と見積もられているため、
物理的に攻撃が可能な距離まで近づいたと言える。アメリカに対して中国がこのような行動に及んだ理由は、2022年12月15日にアメリカ議会の上院で国防権限法案が賛成多数で可決されたことに対する反発であると考えられており、同法案の台湾への影響を危惧していることが伺える。この国防権限法案は、アメリカの2023年度の軍事費の大まかな金額を決定するものであり、現バイデン政権が提示していた金額を、およそ450億ドルほど超過した8580億ドルとなり、この金額は、アメリカ史上でも最大の額となった。今回の国防権限法案には、現役の軍人の給与を約 4.6% 上昇させることや、各種艦艇や航空機、兵装等の購入費用、そして懸案である戦時下のウクライナ及び台湾への兵器支援などが多数盛り込まれている。ことに、ウクライナに対しては、約8億ドル相当の兵器を中心とした追加支援を含んでおり、また、台湾に対しても、兵器供与の迅速化とウクライナをも上回る規模の最大で、100億ドルもの拠出を想定しており、これに対して、中国が反発を強めたとみられる。中国の国営メディアであるグローバルタイムズは、2022年、12月30日の記事で、中国海軍の遼寧らの艦隊が、アメリカのグアム島の近海に初進出を行ったと報じており、自国の艦隊が、アメリカの軍事拠点に接近可能なことを改めて訴えた。こうしたグローバルタイムズの報道内容から見ても、中国政府は、遼寧らの艦隊が、アメリカの太平洋における重要な軍事拠点である、グアム島に接近したことで、国威の発揚を起としていることが伺え、実にわかりやすい挑発だと感じられる。今回、遼寧らの中国海軍の艦隊は、12月23日に、西太平洋を南方面に進み、グアム島の西方海上に進出、その東側の海上を航行して、26日には、東シナ海へと戻り、台湾の東方海上に移動するという航路を取った。これは、先のアメリカの国防権限法案が、12月23日に、現バイデン大統領による署名が行われたことに対する牽制であったとみられ、前述のグローバルタイムスでは、中距離弾道のディフェンダー26や戦略爆撃機の H6 キロも、グアム島を攻撃可能だと記述している。中距離弾道のディフェンダー26は、2015年の中国軍のパレードにおいて初めて、その存在が確認された兵器であるが、翌2016年頃から、すでに実戦配備されていると、アメリカは判断しており、最大射程距離は、およそ 5000km と目されている。このために、中国軍の中距離弾道のディフェンダー26は、自国の沿岸部から、グアム島を射程距離内に収めており、かつ、核弾頭の搭載も可能と見られていることから、確かに、アメリカ軍でも、グアム島を標的にしていると判断している。日本では、安保関連3文書の改定その閣議決定によって、射程距離 1000km 以上のスタンドオフミサイルの取得が決定したものの、反対派からの批判にさらされているが、もちろん、日本全土が、ディフェンダー26の攻撃範囲に、すっぽりと収まっている。こうした中国の中距離、長距離ミサイルの脅威は、年々、その数量を増加させて、日本の安全保障環境を著しく悪化させており、その現実については、日本のスタンドオフミサイルの保有を批判する勢力は、口をつぐんでいる。そもそも、遼寧は、基準排水量が58,500トン、
満載排水量が 67,500トン、全長が 301.0メートル、全幅が 78.0メートルの艦隊を持つ中型の航空母艦だが、艦載機の総数はおよそ36機ほどと見られ、アメリカの大型原子力空母の半数以下だ。しかも、遼寧はカタパルトを持たないスキージャンプ方式の航空母艦のため、戦闘機の兵装や燃料搭載量も少なく、攻撃力も低く、早期警戒管制を運用できないため、次艦への攻撃を察知できる範囲が限定されている。そうした理由からも、遼寧が航空母艦として日本やアメリカの直接的な脅威になっているかと問われれば、否としか言いようがないが、今回のようにアメリカや日本や台湾を威嚇する分かりやすい戦力として政治的に用いられている。そもそも満載排水量で10万トンを超過している原子力空母ミニッツ級を10隻、ジェラルド・R・フォード級1隻の合計11隻もの航空母艦を保有しているアメリカ海軍ですら、近年は海戦でそれらを使用する可能性は薄い。もはや、こうした大型の航空母艦のような艦艇は、進化した対艦ミサイルからの攻撃を完全に防ぐことは難しく、そうした脅威にさらされない航空優勢を自軍が確保した海域でしか、活動を行うことは困難だと判断されている。したがって、日本が警戒すべきは、遼寧のような艦艇ではなく、中国軍が配備しているディフェンダー26等の中、長距離ミサイルの方であり、それらを数的に確実に迎撃することが困難となった今、反撃能力を持つしか抑止力はなくなっている。